皆さんこんにちは。愛別町地域包括支援センターから皆さんの健康づくりのためにお家で簡単にできる体と頭の体操をご紹介します。まずは体の体操です。立って行える方は立って行いましょう。不安な方は椅子に座って行ってください。皆さん、あんた方どこさの歌は知っていますか？あんた方どこさの歌に合わせて腕振りと足踏みをしましょう。大きな声で歌うとお口の体操にもなります。大きく口を開けてお腹から声を出すようにしましょう。では始めます。3、はい。あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、それをこの葉でちょいとかぶせ。できましたか？次は同じように歌に合わせて腕振りと足踏みをしながら、あんた方どこさのさの部分で手を叩きます。では始めます。3、はい。あんた方どこさ、ひごさ、ひごどこさ、熊本さ、熊本どこさ、千葉さ、千葉山にはたぬきがおってさ、それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮てさ、焼いてさ、食ってさ、それをこの葉でちょいとかぶせ。どうでしたか？大きな声で歌うと気持ちいいですね。それでは次は頭の体操です。皆さん、後出しじゃんけんは知っていますか？今日はちょっと変わった後出しじゃんけんをしたいと思います。立って行える方は立って行いましょう。まずグーです。できるだけ小さくなります。次はチョキです。手を横に広げます。次はパーです。手を上に上げ、足も広げます。グー、チョキ、パーです。じゃんけんポンでアイちゃんマンが出します。次のポンに合わせてアイちゃんマンに勝つものを出してください。それでは始めます。後出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。続いてもう一回、後出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。次はラブリーちゃんと対決です。ラブリーちゃんに負けるものを出してください。それでは始めます。後出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。続いてもう一回、後出しじゃんけん、じゃんけんポンポン。皆さん、できましたか？ご紹介した体操はとっても簡単にできますので、ぜひ皆さんの健康づくりにお役立てください。